聞き契約シャープ7、6月16日デイリー、発投球です。今日は指定契約も一緒に取れます。とはいえ、ステルスはきついので、素直にシルバーアッシュを入れていきます。特化に？まだ特化を上げてる途中ですね。コストの回復速度が半分か。遅いですけど、なんとか天認可を配置。敵の時間は止めろ天認可。ザ・ワールド。あ、ありのまま、今起こったことを話すぜ。天認可のスキルを発動したら、クルースを配置していたんだ。序盤は余裕がないからすぐ置くとか、まだクーリエを置いてないとか、そんなチャチなもんじゃ断じてね。もっと恐ろしいものの片鱗を味わったぜ。つまり序盤は動きが少なすぎて暇と。ちなみに、最初に右から来る槍輪には、ブロックすると防御力が少し上がりますので、歩いている間に倒せるといいです。ようやくクーリエを置いた。今回は、ただコストを増やすためだけに置いています。真ん中からの敵も多いけど、ひとまず箇所のスキルを使って、数を減らしておきましょう。今回は、敵の攻撃力アップがありますので、ブロックせずに倒せれば、それがいいですね。ふむふむ。で、下に来てるタイマン君は？それはメランサでブロックして倒します。そこはブロックするんかい。やっぱりこれが楽ですね。ちなみにクルースはもう下げています。もう右からの敵はいないからね。それに、置いていると、砂嵐で HP が減るので、さっさと下げた方がいいです。クーリエが術師の攻撃を受けてる。コスト増えてるけど、次のキャラを置かないの？今、3人分のコストを貯めています。さらに天認可を下げて、バインコーン、シルバーラッシュ、ウムの順に連続で配置します。一気にキャラが増えた。ここからは、術師の攻撃はグムで受けます。新銀山が特化になので、溜まりが遅いですが、使えるようになったら、すぐ新銀山、上にいる術師とホログラム本体を両方倒します。まとめて倒すのが得意なんだ。ちなみに、ホログラム本体に抜けられると、他者が撃たれて倒されてしまいますので注意です。ミルラがいても回復しきれないのか。しばらくはこの配置のまま進みます。と言っても、もう新銀山が切れちゃう。新銀山のない新銀山なんて、ただの新銀山だ。お前は一体何を言っているんだ。次の術師がステルスで進んできてるよ。シルバーアッシュの正面に来たらステルスがなくなりますので、そうしたらパインコーンのスキル。ブロックしたら？ブロックしたら一瞬で倒されてしまいますね。むむむ。左上のタイマン君には貨車のスキルを使って、ホログラム本体の攻撃受けにムースを置きます。ついでに攻撃もできる。次の術師も来てるけど、歩くのがだいぶ遅いね。射程が伸びて遠くに攻撃できるから、調子乗ってますね。しかし、足が遅いということは、ステルス打破の1マスにいる時間も長いということ。そして、次の新銀山が間に合ってしまうということなのだ。なのだ。というわけで、新銀山を再度使いつつ、右から来てる狙撃兵は適当に倒しておきましょう。適当にって。まあ、クルースか天認可を置くくらいですよね。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。